もういよいよね、本当第三次世界大戦の軍屈状態ですよ。軍屈状態ですか。ロ朝ですよ、ロ朝。はい。ロ朝軍事同盟。いやこれ。プーチン訪朝で、はい、ロシアの黄昏という。これはですね、ね僕はちょっとやっぱ衝撃です。まああんまりこの話題触れるのどうかなと思ったんですけど、あまりにプーチンがかわいそうというかですね、うん、落ちぶれたなっていうのがちょっと衝撃的だったので、ちょっとこれをご紹介しないわけにはいきません。はい、まずじゃあ写真を見ていただけますか。うん、まあこれ、プーチン大統領わざわざ今回北朝鮮も組んだりまで来てですよ。うん、東アジアの極東の時間差超えてですよ。はい、来たわけですよ。でモスクワからするとですね、まあ、皆さんこれ時差の経験されたことお分かりだと思うんですけど、東側に来るってきついよ、ね、朝が早く来るっていう状況なので、うん、相当きついんですけど、うん、わざわざそれをもう踏まえて時差を超えて来てるということです。うん、これ記事にもありますけど、ロシアの、プーチン大統領は6月19日ですね、24年ぶりですよ、北朝鮮、彼がまだ、大統領になったばっかりの頃ですね、はい、北朝鮮を訪問し、手厚い歓迎を受けたと。だが現地でのプーチンの様子を捉えた映像を見た目ざとい人々は、平壌で開催された歓迎コンサートに出席したプーチンがつまらなそうな顔してたと。はいはい、眠そうでしたからね。確かに、まあ、眠いっていうところはありますよね。はい、で、はい、歓迎コンサートがね、はい、あったんですよね。北朝鮮の、ね、歌手が歌を歌ったところで嬉しかないですよね。全然嬉しかないですよね。はい、でこれ体育館ですね、平壌体育館で開催されたコンサートに出席したらしいんですけど、同体育館には朝鮮語とロシア語でロシア連邦の大統領であり同志のウラジーミル・プーチンを歓迎すると書かれた横断幕が掲げられてたということになります。はい、これ、まあ、いろんな X のユーザーとか飽きてるように見えるとかですね、はい、別の人物のボディーランゲージを見るとどちらの指導者も興奮や楽しさを感じてないようだと、まあ辛辣ないろんな意見があったということですよね。はい、うん、僕がでもここの今回、まあ、わざわざこの平壌の方まで、プーチンが来たっていうことの重要性よりもですね、うん、はい、注目したいのはやっぱりこれです。動画でも結構出てましたけど、うん、プーチンが結構閣僚とかスタッフ、うん、これだって外務大臣、これ分かる方いらっしゃるかもしれない、ラブロフさんいるんですよ。うん、ラブロフさんまで連れてきてるってことは、うん、閣僚のかなりのメンバーを連れてきてるんですよ、一緒に。そうですね。まあもちろんそこでいろんな取り決めをその場でしたいっていうのももちろんあったと思うんですけど、うん、そんなに連れてくる必要あるってことは、北朝鮮に対して、はい、まあ、閣僚を連れてきて、うん、まあ、要は全力で当たってるとということですね。真剣じゃないですか。はい、で、まあ、日本だとこの包括戦略パートナー、包括的戦略パートナーシップ条約を締結したと、うん、安全保障面でね、第三者の攻撃があれば相互に支援、まあ、ただ抜け道としてその完全な軍事同盟みたいな、うちがやられたらお前も自動参戦みたいなことじゃなくて、一応支援はするっていうことなんだけど、なんか言い逃れもできるような微妙な文面にはなってるらしいんですが、まあそういう形で、安全保障上の取り組みみたいなこと、それと北朝鮮は、ロシアのウクライナ侵略を全面的に支持するみたいなことも一応取り決めはしておりました。ただですね、結構僕は今回のこのプーチンの訪朝を見てですね、いや情けないというか、ここまでロシア落ちぶれたのかなというところがですね、ちょっと皆さんもショックだったんじゃないかと思うんですよね。ショックですか、切ない。ロシア帝国というかね、はいはい、プーチンが金正恩と、はい、まあ、半ば対等になったわけですよ。そうですね、対等になってしまったわけですよ。総合的に助け合おうぜと。そうですね、で、はい、そうせざるを得ない、ここですよね。はい、そうですね、ロシア北朝鮮軍事同盟、まあ、かっこ軍事、本当に軍事かどうかはさておきなんですけど、うん、一応軍事同盟と、まあ、それをしなければ、うん、結ばなければいけないほど、はい、まあ、ロシア内部になんかのリスクっていうか、そうですね、ロシアの弱さっていうのが本当にこう見えた。プーチンがちょっと困ってると、はい、はい、今どうしたらいいか分かんないというところがあるんじゃないかと。はい、で僕はこれに関してはいろんなロシアウォッチャーとかウクライナウォッチャーの人たちの意見を見たんですけど、うん、はい、一番結構的を得てるなと思ったのは僕、うん、アレクサンダー・モティルっていう、ラトカーズ大学ですね、うん、ニューヨーク、いや、ニュージャージーにある、うん、はい、大学の教授の人のものなんですけど、うん、彼こういうこと言ってます。ロシアはもう中国の植民地だと、うん、
でそれはなぜかというと、うん、北京の訪問でですね、うん、閣僚のほとんどこれ連れてったじゃないですか、うん、プーチンが、はい、あのちょっと前に、うん、あの習近平に会いに行きましたね、うん、で、こういう植民地が今帝国に再び返り咲こうとしてウクライナに侵略してると、はい、うん、これはかなり無理があるんじゃないかってやっぱり分析してるんですよ、うん、あ、これはなかなか面白いなと。でこれからはですね、まあ、中国ってこれ皆さんもあの僕本番組でもかなり3ヶ月か4ヶ月前にやりましたけど、ロシアもしかしたら崩壊するかもしれないっていうシナリオを僕皆さんに示しましたよね、はい、うん、はい、あの時に結局言われてるのはですね、沿海州というか、うん、あの秦の時代に一応、うん、中国が持っていたとされる、うん、今はロシアの領土になってしまった、うん、ウラジオとかの辺り、あれ未だに中国側って中国国内ではあそこのことをその中国名で町を呼んでるんですね、はい、いろいろ、はい、取り返すっていうね。僕らロシアは崩壊してほしいなって思ってるんですけど、はい、即中国が、うん、ロシアが崩壊した途端に、うん、あの満州の北の方ですね、 あの辺は来ると、そうするとまた可能性があるんで、そうすると日本海に中国側の出口ができるっていう意味でもまたいろいろね、ちょっと良くないんですよね、はい、だからロシアには踏ん張ってもらわないといけないっていう踏ん張ってもらう、何なんジレンマですね、ジレンマです、はい、本当にそうですね。でそういう意味では極東にやっぱり領土争いみたいなもの、うん、米中間って、あ、ロ中間ってまだまだ抱えてるってことですよね。で今回このままじゃあ負けたとするじゃないですか、うん、でおそらくこのモティルさんは言ってるんですけど、まあ、負けると破滅的な結果になるんじゃないかって、はい、まあ、それはプーチン自身も分かってると思います。で今度は中国、その中国が今回のように、まあ、北朝鮮にも対等な姿を見せてしまった、うん、いわゆる中国の植民地みたいな感じになってるじゃないですか、はい、うん、はい、でこれを、まあ、このモティルさんは最後こういうロシアが落ちぶれていくものを我々は、まあ、楽しんで見るしかないよねっていうかなり辛辣な意見で見てるんですけど、それは、ね、西側の人間だから楽しくっていうことなんですよ、まあ、我々みたいに東側にいる目の前のね、そう、目の前でそれやられちゃうと、うん、やっぱ韓国が踏ん張れないといけないし、そうそうそう、やっぱこの北朝鮮とロシアが中国に飲まれてしまったっていう状況は非常に危ないですよ。危ないですよ。だって我々もあそこが危ないと思って2度の戦争でね、はい、朝鮮半島からですね、はい、満州まで取りに行ったわけですよ。はい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 、あそこはもう日本にとってはやっぱり危ない地域なんです。結局我々やっぱりその島国なんで、はい、ユーラシア大陸からの脅威をどう防ぐかってことにほぼ2000年間悩んできたんですけど、はい、そうですね、一時的にここ80年ぐらいは、はい、アメリカが韓国まで出張ってくれたん で、うん、まあいいよねと、はい、俺たちなんかそんな考えなくていいよねっていう平和な時代だったんですね、うん、です、はいはいはい、もう一回この話が出てくるとですね、いや我々再び大陸のことを考えなきゃいけないと。そうですね、まあ、東アジアにこういう意味でロシアが戦争に、行くというところで、うん、まあ、まあ失敗しつつあるんですけど、うん、それが変な形でこっちに出てくるっていうのが非常にまずい状況なのかなと、うん、東アジアにも影響が出てくると、はい、で、まあ、非常に興味深いのですね、これによって韓国が今結構勢いづいてて、はい、目の前にロシアプーチン来たってことは、うん、俺たちもうちょっと頑張んなきゃいけない、あ、うん、軍需産業頑張ろうよねみたいな形になってですね、まあ、非常に韓国はこれを機にですね、うん、まあ、あんまり幸せとは言えないかもしれないんですけど、うん、軍需大国になるかもしれないというのは一つ面白いというか、一つ目立った動きになるのかなと僕ちょっと踏んでますけどね、はい、でこれをですね、うん、このあえてですね、はい、この状況をですね、ネットミーム、今回の、ロシア、プーチンが、北朝鮮訪問したの、これはどういう意味なのかということをですね、ミームにしてる人がいましてですね、はい、これ傑作だったんですけど、ちょっとこれ見てください、はい、かなりきついな、この絵は。和田さん、この絵面あんま好きじゃない。僕は好きじゃないんですけど、まあ、奥山さんが大好きな、いや大好きっていうか奥山さんの趣味ですよ、これは趣味じゃないですよ、奥山さんが趣味じゃないんですけど、大好きなんだよねこれね、うん、うまく本質を表してると思いますよ。33です、ね、習近平がだからピンプなんですよ、うん、おえって感じ。金を彼がだから管理しつつ、うん、はい、彼がやっぱトップじゃないですか、帝国のトップで、そこにプーチンと、はい、キム・ジョン、これきついな、2人にこう、はべらせてるっていう、働かせてると。いやでもこれがある意味一つ の、国際関係の、まあ、一つの真理を表してるんじゃないかなっていう、うん、はい、まあでもこれは逆にツイートしたいですねそうですか、だからほら、はい、やっぱちょっとこう
嫌でしょ、ロシアの人たちも。きついな、これ、はい、まあでもあのそういうふうに見えるところがあるっていうことです、はい、だから僕もね、これはね、誰が客なんだよってそうそう、それがね、それがね、はい、そういうところも含めてなんですけど、キム・ジョンが来て、チェンジって言ったら、プーチン来るのかよっていやこれうまいなと思いましたよ、はい、もう本当にリアルにやってる、うん、まあ、こういうところがネットの面白いところですけどね、うん、はい、はい、まあ、ロチオ首脳会談って今まで3回やったっていう、ね、ああそうですね、で過去のね、はい、経緯ね、ウラジオストックで最初やった時に金正恩が言ったけど、うん、数時間なんか待たされたらしいんです、ああこれ最初のね、はいそうですね、はい、ウラジオに行ったとこで、はい、もうホテルの屋上かなんかでね、うん、タバコ吸ってるシーンまで出てて、もう来ねえよプーチン、でこの時点2019年の戦争前の時点では、うん、全然もう全然プーチンと、うん、その核がね、金正恩の格差が、格が違ってたんです、格が違うってよく言いますね、はい、その次ね、うん、ロシアの極東のある、ボストチヌイ宇宙基地に、あそうですね、金正恩が軍需産業があるところ、その時プーチンなんと30分早く到着して待ってた、はい、これもウクライナ戦争去年ですね、そうですね、去年の9月ですから、ね、だからもうこの時はプーチンの先についてて、はい、待ったんで、うん、じゃプーチンが本気で金正恩にやっぱ武器とか、弾薬ですね、弾薬をもらいたかった、はい、だからロケット技術とか、はい、航空技術を、はい、出しますよと、そうですね、いうことをやったんですよ、話がだからプーチンの本気度が出たって言われたんです、確かに今回、うん、プーチンがね24年ぶりに訪朝したんですけど、うん、今回またね 5,6 時間遅刻してるんですよね、プーチンが、だからプーチンが行く時間自体で、はいはいはい、プーチンの本気度は分からないということが分かりました、ただの遅刻まだ、ただの遅刻まだから、この前回30分早く到着したっていうのも、あれ、時間間違えたんじゃないかと、違時差を、はいはいはい、ありましたね、いうふうな話でもあって、はい、まあ、実際、一番今回、一番、まあ、簡単に言うと、ペコペコしてた感じになっちゃうんですよね、閣僚を連れてって、そう、閣僚を連れてったっていう、ね、でしかも、一回、追い出されてますからね、そう、あっちに行っちゃってるわけですよ。はい、なので、そのあとベトナムにも行ってますからね、そうです、はい、ここがね、プーチンの必死になってるところが見えますので、うん、いやだいぶ落ちたなという、キム・ジョンウンと対等になっちゃったんですよ、そうですね、確かに、はい、これ、プライド、そのロシア帝国の自分がね、後継者だと思ってる人間がね、いや、キム・ジョンウンなんかと対等にな、ロシアをしちゃったっていう、ウクライナ、これほら、ウクライナじゃない、ウクライナ戦争でほら、うん、ロシア側についてる人いっぱいいるじゃないですか、うん、まあ、はい、親ロ派という人たち、うん、今回のこの会談についてはどう見るんですかね、うん、ロシア大好きな人たちいっぱいいるじゃないですか、うん、金正恩とこんな仲良くしてるとこ見たら、どう思うのかっていうのは、ちょっと前から、ね、プーチンもだって光の戦士ですからね、うん、そうですよ、そうですよ、そしたら金正恩も、はい、光の戦士ってことになっちゃいますよ、対等になっちゃう、ね、いいんですかねって話ですよね、はい、そうですね、はい、奥山雅史のアメリカ通信の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。動画の高評価、いいね、チャンネル登録もぜひお願いします。アメリカ通信では毎日18時に、動画配信、毎週火曜日8時半からはライブ配信をしてますので、ぜひご覧ください。